授業ダイジェスト。今やった授業、もうパッとかいつまんで一部分だけ紹介します。今日やった上級トレーニング。因果応報。まあこの言葉なんて言いますか知ってる方言ってみてください。もうもちろんこの漢字そのままね、因果運謀とか、ちオおちゃずとか言うんですけども、ことわざとしてどういうか。 これはこう言います。ヌオソチンベッキここだけ見てくださいね。ヌオソチンベッキこれで直訳すると横たわってツバを吐くこと。だからこうツバが戻ってくるんですよね。ヌオソチンベッキチン、激音、ツバですね。覚えてください。次、とばっちりを喰らう。これはね、皆さん知ってる方多いんじゃないでしょうか。どうぞ言ってみてください。はい、これはこうなります。 これさウメセウドゥンとじんだ。これです。これがクジラ。ダウンでこれ喧嘩ですね。でセウこれがエビ。ドゥンというのはこれは背中のこと。でとじだっていうのはこう避けるとか割れるですよね。これさウメセウドゥンとじんだ。 クジラのの喧嘩でエビの背中が割れるなんかこれはちょっと面白みがあって覚えやすいそんなことわざだと思います皆さんぜひ覚えてみてください以下頼りのないのは言いたいより言葉遣いが大切だと言うたとえ急すれば通ず、えー、たまに傷一挙両得トラぬタヌキの川残業などなどたくさんあります今日たくさん授業やりました